どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、僕が最近買ったものっていうのを紹介させていただきたいんですけども、メッセージ、伝えたいメッセージとしては、安くても悪くてもいいものを買うっていうことですね。なぜかっていうのもちょっとそれを含めてシェアしていきたいと思いますので、はい、もし興味がある方がいたら最後まで見ていただけたら嬉しいです。今日も噛みますねはい、まずはじめにこちらです。こちらは iMac の2019年モデル 21.5 インチのものです。これの買った経緯なんかは過去の動画をちょっと見ていただければと思うんですけども、こちらを買いました。2014年の11月に僕が会社を辞めて起業をしました。で、その時に自分用のパソコンが必要だなと思っていろいろ探してたんです。でもその時はもうド貧乏だったので、パソコンには5000円ぐらいしか払えなかったんですよ。なのでヤフオクでレッツノート、中古のレッツノートを3000円で買いました。今でも多分買えるとは思うんですけど、3000円ぐらいで買いました。でもその中には Windows っていうものが入っていなかったので、Linux っていう OS を入れて使ってたんですよ。そう、それが僕の最初の自分のマイパソコン のスタートですね。で、そこから、ノートパソコンを中心に買っていって、クラムシェルモードっていうことをやったこともありました。でもカフェに行った時だったり、旅行先だったり、海外に行った時にこうパソコンをバタバタバタって使えるようになると、なんか常に仕事のことを考えちゃうっていうか、常にやっぱ仕事モードなんですよね、頭の中が。なのでパソコンがあるからパソコンを開いちゃおうみたいな感じでやっていて、あんまりこれはよろしくないのかなっていうふうになことも思ってました。そう、なので今回はこのデスクトップを買ってみたっていう感じなんですけども、今のライフスタイルにはこのデスクトップパソコンがもうドハマりしております。で、このスペックのパソコンを使って実際どういう作業をしているのかっていうと、主に輸出事業と、あと教育事業と動画編集っていう感じです。この3つやってます。なので基本的にネットでリサーチをしたり、あと外注さんとこうやり取りをしたり、あとコミュニティの人と連絡をしたり、ズーム勉強会ってのをやってます。ってなると、あんまりこのスペックじゃなくても全然いいんですよねそうなんですけど、動画編集をしたりとか、あとはマルチタスクをしたいっていう時、こういうなんかファイルを管理する画面とか結構開きっぱなしにするんですよ。5個ぐらい開いてやり取りするんですけども、普段は正直スマホでも全然作業できるんですけども、ただマルチタスクを思いっきりやりたいなってなった時に、やっぱこのスペックだと助かるなっていうシーンがあります。そう、まあ、別にノートパソコンでもスペック高いやついっぱいあると思うんで、別にそれでもいいと思うんですけども、この大画面でっていうところは僕はやっぱデスクトップに変えてよかったなっていうふうに思ってます。二つ目に最近買って、これは長く使いたいなと思っているものは、このカードケースです。ただブランド名がすみません、全然わからないんです。なので、このロゴ、わかる人いたらちょっとコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。で、これはですね、買ったのは羽田空港なんです。空港に寄る機会がありまして、たまたま見つけたカードです。で、サイズ感としてはですね、これ iPhone 7がありまして、大きさが、よいしょ、はい。こういう iPhone 7にちょっとすっぽり収まるような感じですね。若干はみ出すかなっていう感じですけど。で、厚みがこんな感じ。まあ正直薄くはないです。このカード入れは。薄くはないですけども。で、表面がこんな感じで、こうちょっと柔らかいんです。スポンジが入ってるのかなっていうぐらい柔らかくて、そしてサラサラしています。傷にも強い、そんなデザインになってますね。僕が普段持ち歩くべきカードっていうのは、こちらの運転免許証とパスモ機能付きのクレジットカードなんです。そう、これキャッシュレスで大活躍してくれます。なのでそれ以外は正直家に置いといていいんです。なんですけども、あ、これ今家にあるよとか、今ちょっと持ってないんですよね、家にあるんでって言って困った時は何回かありました。なのでもうカード類は全部まとめておこうという感じで今こうやってまとめてるんです。なので一見ちょっとオーバースペックに思えるこのカード入れなんですけども、もしもの時に大活躍してくれる、あってよかったな、カードまとめておいてよかったなって思っているので、まあこういうカードにしてよかったなと思ってます。もうちょっとゆったりしたカードケースが多いと思うんですけども、これの場合はカードギリギリのサイズ感なんです。なので厚みはあるんですけども、すごく握りやすいというデザインになっていて、ポケットにも入りやすいですし、これはすごくお気に入りです。
で、その流れで続いて3つ目なんですけども、こちらのカードケースです。はい、カードケースです。で、これからキャッシュレスの時代が増えてきて、こうやってクレジットカードを持ち歩く人が多くなると思います。まあ今でも十分多いと思うんですけども、これからもっと増えると思います。で、なるとやっぱそれに伴う犯罪も増えてくると思っていまして、例えばスキミングって言って特殊な機械でこうカードの情報を読み取っちゃうみたいな、そういう犯罪も増えているそうです。もう特に日本だけじゃなくて海外なんかはそういう犯罪多いそうです。そういった犯罪から身を守るじゃないですけども、このカードケースにカードを入れることによって電磁波を遮断してくれるんです。シャットしてくれるんです。なので例えばですね、これカードにパスモ機能が入ってるんですけども、このカードに入れて、で改札ピッてやろうと思っても全く反応しなくなります。そう、なのでこのカードケースに入れて、こういうところにスッと忍ばせておけば、大事なカードの情報を盗み取られることはまずなくなるんじゃないかということで、ここに入れてます。これは確か Amazon さんで1000円2000円で買えたと思うんですけども、そう、これで安心が買えるとなったらかなりいいなと思いましたので、そう、これはこう強くお勧めしたいですし、僕はもうこれからずっとこういうケースに入れてカードの情報を守っていきたいと思います。最後なんですけども、こちらの洋服にあるこちらのダウンジャケットです。これはですね、アーバンリサーチさんで買ったやつです。ダウンです。メーカーはカラダグースっていうやつですね。そう、ちょっとミーハーって思われたらミーハーなんですけど、そうそうそう。で、ダウンジャケット買うまではこのコートを使ってました。これは新宿西口にある洋服の青山ですか、青木ですか、で買った3万6000円で買ったコートなんですけども、これ、もう使って5年、4年かな、4年ぐらいが経とうとしています。ちゃんとこう勝負したいとか、綺麗なところだったりビジネスシーンで綺麗な状態で使いたいのに、コンビニ行く時でもこのコートを着ていたので、そうなので、ちょっともったいないなっていう感じがしたんです。なので寒いところに旅行行く時だったり、近くのコンビニに行く時だったり、もっとカジュアルに、でも耐久性がもっと高いやつを着たいなっていうのをずっと思ってたんです。でずっと探してました。で、例えば水沢ダウンとかピレネックスとか、いろいろこうダウンメーカーを調べてたんですけども、5年10年着れるダウンは何かなって考えた時に、いろいろ調べて、このメーカーにさせてもらいました。そう、一番響いたのが、極寒の地で撮影する人に向けて開発されたダウンですよっていう文言を見た時に、あ、これだって思いましたね。そう、世界中どこに行っても撮影ができるなら、よし、これ買おうって言って、でしかも10年使えそうだからこれ買おうっていうことで、13万円で買いました。はい、もう洋服に10万円以上払ったことが今までないので、もう今までもうユニクロで満足しているような人間がですね、洋服に13万円を使うとなった時、さすがに手が震えました。はい、買った時も、買っていいのかなみたいな思いましたけど、そう、これから5年10年いろんな海外もっと寒いとこ行くと思うんですけども、そう、その時にこれと一緒に、ね、活躍していきたいなと思ってます。はい、ということで、こんな感じで僕が最近買ったものと、買った理由と、買う基準っていうのをシェアさせてもらいました。はい、で、ショーピンさん自慢ですかって思われたらですね、多分 5% ぐらいは自慢の気持ちもあったと思います。まあこうやってパソコンはオーバースペックですし、先ほどのダウンもオーバースペックで、基本的にそんなに機能いらなくないっていうふうに思うんです。だからその必要最低限の機能だけで、やればいいじゃんっていうふうに思ってはいたんですけども、必要最低限なものを買っている時っていうのは、もっといいものないかな、もっといいものがあるんじゃないかっていう可能性を探してましたけども、もう最初から最高なもの、もう最初からその業界で最高なものを買っておけば、他に最高なものはないかなっていう、もう探すことすらなくなりました。必要最低限な機能よりかは、ちょっとオーバースペックだなって思うものを買ってた方が、そう、そのワクワクする期間も長かったりとか、そのもしもの時に活躍してくれるので、そう、僕はそういう基準でこれから物を選んでいこうかなというふうに思います。そして長く使っていこうと思います。はい、そんな感じでちょっと分かりにくかったと思うんですけども、まあ、ちょっとでも参考になってくれました、面白かったですと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回はちょっと物選びの基準になってくれたら嬉しいなということで、今回は、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。
今一番買いたいものは何ですかって言われたらこちらの iPhone7 です、僕はこの iPhone 普段仕事道具として使っているのでこう連絡を打つ時なんかもやっぱ画面がちっちゃいと打ちづらいなって思う時があるんです。そうなのでこの画面をでっかくしたりもうちょっとハイスペックで電池持ちがいいやつとかっていうのは買いたいなとは思ってます。ただやっぱこの軽さパソコンスマホに関してはこの軽さは本当に正義だなっていうのは思ってますんで、そうちょっと今これは悩んでます。でも変えたいとは思ってますっていう感じですね。個人的なお話でした。